でもね、ちゃんとね、政治のことも勉強してそうなんです。そうなんです。僕の、だからなんで僕のなんか付き人みたいなのやるのって言ったら、や、堀江さんに会った方が、一緒にいた方が、大臣とかといっぱいいるじゃないですかって言って、実際会ったら、10人ぐらいあるじゃないですか。お食事させていただいて、お食事させていただいて。